まず1点だけ申し上げます。今日自民党公明党によりまして、2つの大きな暴挙が行われました。その一つは参議院において問責が可決されているにもかかわらず、自分たちの私利私欲と自分たちの思いばかりで、今回会期が延長されました。大変な暴挙だと考えております。この60日ルールを勝手にまた使おうという話、あるいは30日ルールで条約の自然成立を図ろうという話だと思っておりますが、防衛省設置法の成立を目論んでいるということでありましょう。参議院で私どもは福田首相に対して問責を出し、それを可決をいたしました。これは誠に国民の直近の民意を反映した可決でありまして、そのことを福田総理、そして福田内閣は、またさらに与党は極めて厳しく受け止めなければなりません。それを全く無視をするということであれば、何のための参議院なのかということになるわけでございます。ある意味で憲法に規定をされた任制を否定するような参議院の抹殺行為ではないかと、そのように感じているところです。それがまず1点。もう一つは、本日これは後期高齢者医療保険制度に基づきまして、2度目の年金からの保険料の転引きが行われたのでございます。この後期高齢者医療保険制度がいかに国民の、特にお年寄りの意に沿わないものであるかということは明々白々であります。年金というものが消えていると、そのことに対しては父として一向に改善が進んでいない。その一方で取れるものは1円たりとも無駄なく取ろうじゃないかという思いで、保険料を転引きをする。しかしもうすでに明らかになっておりますように、厚生労働省は今回過大徴収をしてしまうケースが18道県、2753件も生じる見込みだと、前もって予防線を張るような発表をしているわけであります。誠に言語道断の話であります。このような、もう過大徴収とか、あるいは過小の徴収もあるんでありましょうか、このようなミス続きの中で、保険料を年金から転引きするということを行うことを、これは福田内閣が末期症状を呈しているということに他ならないのでございます。今日に合わせて政府与党が小手先の微方策というものを提出をしたわけでありますが、小手先の微方策、すなわち75歳で、切り離すという信じられない世界でも類例のない悪法が成立をして、その根幹を変えずに小手先で、少しこういった方々にはかわいそうだなと、じゃあ削減幅を広げてやろうと、そんなような、そうすればみんな納得してくれるだろうというような思いで、お年寄りの方々の尊厳というものが著しく傷ついているということに対しては一切構わない病策を決めてきているというわけでございまして、このようなことが平然と行われてしまっている今日の国会、福田政権、国民の民意というものが離れていくのは至極当然だと申し上げなければなりません。